い、というわけで皆さんこんにちは。海風大好き、吉浦です。始まってんだこれ。始まってます。どうも、トモハッピーです。というわけで毎度恒例をね、この移動中の時間をなんかしようっていうので、撮ってる動画なんですけど、函館にね、カニを食べに行く途中でね。あ、そうだった。俺なんか知らないんだけど、サセベはあとここから、まあ20時間ぐらい運転するんじゃないかな。あ、なんかそんな楽しい動画だと思わなかったわ。まあ、だそれ置いといて。でも今日は、まあ、道中で撮る動画はですね、はいはいはい、まああの、まあ、ハレリアさんはお金を今結構持ってるっていうので、なんか案件くれるっていう。持ってない、持ってない、持ってない。かき集めてもっとブーストして、うん、もう やばいよ、人柱になるわみたいな。まあ、というわけで、まあ俺もね、なんかそのちょっと予算ね、予算、予算があるっていう。予算あるよ。だから仕事振ってほしいなって思うんですけど。そう、マジックとか、うん、ハレリアとかがっつり盛り上げようとしてて、はい、まあ、吉野さんはまあどっちでもいいけど応援気味って感じ。まあそうですね。まあそんな感じだろうけど、マジックのためにも貼れる。まあ一応、でも俺がお世話になってます。まあいい企画を持ってきたら、はいはいはい、あの買ってくれるかなっていうので。まあ金脈掘れよって言ったもんね。そうそう、だからちょっと、ね、金持ちになりたいとか言ってきて、うん、でも全然仕事のなんかアピールとかされないんだけどって言ったのが、うん、今半年後に来た。あ、そのへんだったんだ。半年後ぐらいに来た。まあ、確かに、うん、だから一応今回は、うん、まあ、企画をちょっと考えてきたんで、はい、あの、まあ、これで、まあ、案件もらえるかなっていうのを、うん、ちょっとおねだりしてみようかなっていうので、ちょっと提案してもいいですか。おねだり、いや、おねだりには応じないよ。確かに、そのウィンウィンだと思ったらいいけど。あ、まあ、ちゃんとビジネスとして、はいはい、あの、まあ、得のある話だと思うので。あ、じゃ あのこれは案件動画の、うん、まあ、動画かは分かんないけど、うん、案件のプレゼン企画。そう、案件のプレゼン企画ですね。 OK、 聞きますよ。じゃあまず1個目はですね、うん、まあ、やっぱその俺ができることって PR プロモーションだと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、最近俺やってるそのハレリアの、まあ、セールウォッチングだとその商品の PR じゃないですか。もう何回まで行きました。あれ今お願いしてる案件ですよね、うん、もうずっとこち亀みたいに。そう、こち亀みたいに。俺マジで10回行ったら大したもんだと思ったら61回だから、はい、ちょっと本当にね、こち亀みたいに100行きたいなって思いつつあるぐらい今ついてるやつなんですけど、まあ、それは置いといて、あの、まあ、あれは商品の PR ですよね。あれだけ頼んでますよね。あと買い取りの PR のやつ1回お願いしましたね、はい、うん、で今回俺が提案する PR は、はい、まあ、やっぱハレリアって働く人もいるわけじゃないですか。そのスタッフいるわけですよね。はいはいはい、はい、というわけで俺が1日ハレリアで働いてみたっていう PR 動画どうですか。俺が1日働いてどういう作業内容かみたいなので、まあちょっとバイトしてみたいなっていう人にとっても、うん、あ、これなら働けるかもとか、まあ、ハレリアって結構あまたの仕事があるんだけど、はい、もうなんか動画もやってる。まあ、そうそうそう、動画もやってるし、はい、IT もあるし、はい、記事書いたり編集する人もいるし、うん、SNS ずっとやってる人もいるし、じゃあ4回分ぐらい撮れるじゃないですか。いや、もうめちゃめちゃあるんだよ、うん、なんかその本社のチームで言ったら十、はい、何チームあるから、はい、でプラス各店舗もあって、はい、でもイメージ的にはあれだよね、その一番ボリュームゾーンのいわゆるカードショップのお仕事的な、まあそうですね、なんか、うん、店頭スタッフみたいな感じのイメージをね、うん、そうです。だから、うん、なんか1日アルバイトしてみたって、なんか他の企画でもあったんですよね、うん、なんかピザハットとかで。それね、結構お仕事体験系って流行ってて、はい、俺ね、ビッグマジックさんでバイトさせてもらう動画やったら面白いかなと思って、ライバル店で社長がライバル店で働いてみたみたいな感じで、うん、面白いかなと思って、うん、まあちょっとコロナで落ち着いてからでいいやみたいな感じになってんだけど、あれなんか俺の企画潰された感じ。なんかいきなり、あ、いや、まあまあ余談だけどね。余談だけど、あの吉弘さんが、うん、え、ハレリアで何働いて、はい、自由な感想を述べるみたいな。まあそうですね、いいとこ悪いとこみたいな。はい、うん、でもこれ割となんだろう、なんかあの、まあ、正直に言うタイプなんで、うん、まあ、見てる人も、まあ、あのいい部分はいいってちゃんと取るし、まあ、悪い部分も、まあ、あんまそう露骨には言わないですけど、うん、なんかそれも参考にあの、まあ、働いてみようかなみたいになると思うので。それだったら俺常盤ゆうちゃんにお願いする。ああ、まあ確かにな、それ考えたら、まあ、その外観はそうなるわな。まあでも実際問題、まあ、ハレリアで働いてみたっていう PR 動画みたいなないと思うので。ないないですよね。ないですよね。だからちょっと企画っていうか案件としてこれ通るんじゃないかなと思って持ってきたんですけど、うん、いや、チーて言えば天むすちゃんがやってくれてる。あ、そうか、ナチュラルに働いて、あ、まあいいんだけど、あの、うん、え、それだったらさ、うん、白畑一穂さんに頼んだ方がいいじゃない。だからあの、それはお金 の問題とかもいろいろあるじゃん。あと俺が、うん、ならではの伝えられる要素ありますよね。じゃあここ大事。あのね、ハレリア視点で、うん、ハレリア視点で、うん、あのハレリアで働いてみたっていう動画はありだと思う、正直、うん、ありだと思うけど、はい、それが吉弘さんである必要性は、
俺である必要性は多分働かしたら分かります。普通にじゃあさ、こういうのだと普通に吉弘さんがアレリアに入ってアルバイトで、はい、で、それで働いてみて、うん、実際に噛み合うようだったらやろうよ。いや意味が分かんない、吸収されてんじゃん完全に。いや吸収じゃない、だから週1とかでバイトしてみて軽く、うん、実際その体験してこういう動画ができるから、それでまあ5万円ちょうだいでも10万円ちょうだいでも、それでなんか説得力が増して、いやいやいや、あのだからリアルじゃないやん。それじゃ逆にさ、あので買って金脈だな、ここ本当に。あの安全かどうか確認した上で金払うかどうか決めてるから、あのさすがにリスクなさすぎるだろうっていう。安全な方が高額取れる。まあまあそうだけど、俺からしたら大の知らないもんに払う1万円より、あの見入りがちゃんとあるものに5万円10万円払った方がいいじゃん。でその見入りをあの確定させるために俺があの失うなんかコストみたいなのがでかすぎるから。いや失わないよ給料。いや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 、シロさんの時給と大した変わらんでしょ。いやいや変わる変わる変わる。じゃあ別に、ヨシロさんの時給の方が高い、アレリアの仕事するよりヨシロさんの時給の方が高いってことなんだろうね。それだったらバイトしてるもんだって、もし俺が低かったらね、その今アレリアで働くよりも時給が低かったらバイトしてるから、まあ一応高いはずではあるんじゃないですか。じゃあこの案件って何を求めてるの、うん、だからこの案件は単純に俺が今これ提示したじゃないですか、うん、でこの提示に対して価値を見出したら、あの買ってもらうで、価値を見出さなかったら買ってもらえないっていうだけの話なので。あ違う違う違う、その、うん、あのリターンに対して代金はいくらかかるの、はい、あ代金いくら、あーなるほど、具体的な話を聞いてみる。あそうですね。またそれが、はい、アレリアのもうどういうことにつながるの、採用の共感につながる。まあそうじゃないですか、まあそれはそうだと思います。うんうんうん、だからこう、うん、いいところも悪いところも理解してもらった方が、うん、アレリアで働くっていう選択肢を考えてもらいやすいっていうのはあります、ね、うん、そうそうそう、うん、だからそういうのにつながると思うので、うん、なんかその可愛い女の子とかがアレリアの犬って言われてる吉弘さんにやらせても、うん、そんなのおめんちゃら言うに決まってる。いや言わないよ俺だ、結構はっきり言うもん。だってこいつアレリアの犬だから、うん、これデメリットもっとあるよ実際に。いやいやいや、デメリット言う、デメリットこいつ誇張してるよとか、じゃ言って消えてる部分はそれカットされてるだけだから、俺はちゃんと言ってると思う、その場合は。だってカットも何もあなたが編集するんだ。あ、まあ確かにね。あじゃあちゃんと伝えます。いや俺そんな、ありのままを伝えます。そんな小規模な案件に別にいちいちチェックしたくないもん。あーなるほど、長谷部がチェックぐらいするかもしれない。硬い金脈だなここ本当に。まあ長谷部は友達だから大丈夫、長谷部はきっとあの味方でいてくれる。まあそんな友達だからっていう関係より、まあ、長谷部の人生に関わるだろ。お前これなんでチェックしてないねん、これおかしいこと言っとんぞってなっちゃう。だもしクビになったら俺と一生友達で遊ぼう。給料もらえないからさ。うん、まあ確かにな、それ厳しい。いやでもいいと思いますよ。いいですよね。いいと思います。で問題はこれは金なんですよ。金額がいくらかっていうので。いやそうだよ、だってマナコスト分かんない。うん。さカードも強いも弱いもないじゃん。そうだから。何が習ったのマジックで。いやだからここで俺が提示する金額が、うん、あの比較的安いマナコストなのか高いマナコストなのかを、うん、あの選ぶのはボスなので。じゃあ金額どうしようかな。ボスって誰？違うよ、うん、違う、あなたが持ち込みの案件で売ってなんだから、 あなたが値段持ってないとおかしいなと思います。まあ最終的にその相談の上アレンジはできるかもしれないけど、吉野さん的にその案件はいくらだと思ってるの、いくらで売れると思ってる。だってさ人の採用につながるもんですよ。それって大事だよ、人材のその募集に関わる、うん、その例えば外にね求人出したら、うん、結構かかるよ。そうだからで俺出してないよ実際。マジですか。前に出してたことあるんだけど、うん、成田とか、うん、あの出してたことあるんだけど、はい、基本出してなくて、はい、あの自社媒体でやらせて、だからまああのこれを機にさらに優秀なスタッフが集まって、逆に外に出してない、うん、ようなものを、うん、例えばさバイトルさんとかさ、はいはい、いろいろあるじゃん、あその大手、はい、リクルート、はい、一切出してないものを今、はい、吉弘さんのとこにだけ出すっていうのは非常に光栄なことだと思うから、はい、あの逆にお金くれてもいいよ。じゃあまああのさ、いや俺はいいよ大丈夫、自分の PR として間違ってない。いや大丈夫大丈夫、動画のジャレだと思うから。あなるほど、だって料金が示されてないの、まあじゃあ料金を示しましょう、まあそうですね、まあおじさんでも価値のあるおじさんと価値のないおじさんがあって、うん、比較的、うん、ハレリアの PR としてみれば価値があるおじさんに分類されると思うので、うん、悪くないっていうか、
全然どうですかね。てか俺これ視聴者も見てるから、いやこれは高すぎるよとか、いやそれはいい年こいたおっさんが笑うにしろ安すぎるよとかさ、まあコメントあると思うから、まあそれを見て参考にもしたいと思うけど、一応俺が提示するのはこれぐらいはいただきたいかなと思ってる。いやこれなかなかね、いい線いってて、この企画とこの料金って、実はいい線いってて、なんでかっていうと、これって5万円だったら俺がやるよって言いにくいんだよね、社長がそれやってもガチでアンリアルね。いやでも5万はちょっとな。だってさ、吉弘さんが1日働くのってうちマイナスよ、はっきり言って新人のアルバイトの初日ってマイナスよ。みんなの手間だけかかって生産性はなくて、正直でも俺が働くのなんかは多分そのもうただのそのエンタメの一角にしかないよね。だから俺からしたら5万円プラス折衝コストプラス、スタッフの人件費がかかるわけよ、他の吉弘さんのお守りする撮影に付き合う、まあ1日バイトって言って実際は3時間の収録とかかもしれないけど、ね、結構大変なのよそれ。そうですね、吉弘さんがかかるのは現場での3時間と移動で1時間と、あと、まあ、編集とかでトータル15時間ぐらいかかるかかかんないかみたいな感じだよね。まあ、ちょっとテクニカルな動画でセッションも含めて20時間かかるかもね。まあで20時間稼働してもらって吉弘さんの影響力をもってして、まあそうだよね、2日間以上稼働して5万円だったらまあ割に合ってるっていうか健全な料金な気もするよね。でもその動画にも広告とか入れたりするもんね。だから6万円はいかないかも、1000円ぐらい広告収入入るかもしれないね。5万5000円、いや結構フェアな料金だと思うよ。まあそうですね、問題は、その5万円とスタッフの人件費に対してリターンがあるのかっていう話じゃない。まあ、結局のところは、まあ、その動画を通じて、最後には、その、ハレリアは元気よくスタッフ募集してるから、全国制覇に向けて募集してるから、みんなよろしくねっていうことを言ってくれるわけでしょ。その動画、まあでも俺だったら、俺が開封大好きヘビーリスナーだったらちょっと見たいかな、ハレリアで働いてる吉弘。てかまあ俺がでもハレリアの制服着たらなんかいよいよ魂まで売ったなみたいになっちゃうけど、でもまあそれでも目の前にある5万が欲しいような男なんで、だから全然それはやりたいなと思うわけなんですよ、ね。まあ、結構普通に視聴者視点でも見たい動画な気もするから、じゃあまあこれはちょっと今ありともなしとも言えないからちょっと考えたいから検討で。なるほど。検討いい。まあでも俺のなんかまあ検討してもらえます。Thank you for 提案。ありがとうございます。はい。次の提案が、まあなんつうんだろうな、まあこれ結構特殊技能でかつ、すぐには見つからないと思うので、俺はこれなかなか刺さった時はすぐ仕事もらえるかなって思ってるので、ハレリアの PR 漫画を描きます。沈黙したよ。ハレリアの PR 漫画か、それ今ちょうど欲しいやつだな。まあ欲しいですよね、絶対欲しいと思いますよ。だからこれは多分いけるだろうなと思って。PR 漫画、PR イラストじゃなくて漫画ね。漫画です。漫画ちょうど今、いいなと思ってるんだよね。だからまあお店とかに置けるじゃないですか。まあ何を PR するかはまあそのっていうかウェブで、そう、まあウェブで掲載でもいいし、まあ印刷して置いてもいいし、まあなんなら売ってくれてもいいし、ちょっとそれは常盤ゆいちゃんに頼まない方がいいな。そうそうそう、でしょ、吉弘さんの方がいいな、ガチだから。だから特殊技能はもうただではやるなと言われた。全部常盤ゆいちゃんに頼んだ方がいいじゃんから返そうと思ってたんだけど吉弘さんの持ち味がちゃんと生きた、マジック分かってて、漫画が描けるっていう、ちょっと武器が生きた提案で、非常に俺は今、ちょっと感動して、注目しちゃった一瞬。だからこれ、ねえ、いや、すごいいいと思う。いや、これ素晴らしいよ。これは、しかも、その、マジック知識、生きる漫画描ける、それを吉弘さんも、そのやつをさ、その動画とかにしたりしたらさ、自分のブランドも上がるしさ、ハレリアの宣伝にもあるじゃん。それはなかなかいいな。だこれを、まあ一応提案として出すんですけど。目から鱗だよ。よかった。ちゃんとぶさーったわ。で、じゃあ PR するとしたら何の PR にします？それを一応まあ前にあったのはね、やっぱネット買い取りって、その便利なんだけど、で、別にさ、丁寧に査定してさ、店頭と一緒で、
で、その、なんだろう、状態悪くて減額になっちゃったやつとかさ、はい、じゃあこれはやめときますとか、そういうのもできるんだけど、やっぱ、遠隔取引で、通販ショッピングはみんな慣れてるけど、はい、ネット回転ハードル高くて、はい、それをね、漫画にして、こう、ほぐしたいなみたいなのはあったね、前に。まあ、動画とかでは、図とかではやってるんだけど。で、俺もまあ一回そのネット買い取りの、まあ、動画撮ったじゃないですか、あの案件 でそれをまあ漫画バージョンにするっていうのはちょっと自分でもまあしっくりくるんで、まあ、こういう手順でできますよっていうのを伝えるんだったら、まあ、漫画だったらこうやって落とし込めるなっていうのがあるので、じゃあ一応まあ手としてはそのネット買い取りのまあ PR 漫画としましょう。あとあれだね、あのハレリアさ3年以内100店舗47都道府県を目標として打ち出したじゃない、それを本気で目指してるから、はいはい、その1店舗開くたびに、うん、あの行ってきたみたいな、行ってきた漫画みたいな、あまあそれもいいですね、あの、うん、旅漫画みたいで多分楽しいとか、まあその1ヶ月ごとに、うん、とか3ヶ月ごとにどれぐらいその大目標に対して進んだかみたいな、はい、ハレリアストーリーみたいな、まあでもそれだとなんか、うん、絵の意味がないよね、あんまりね、うん、トーク動画とかでいいよね、まあそうですね、まあ、店行ってきたは絵の意味もあるかもね、うん、背景描くの大変かもね、カードいっぱい入ったショーケースとかね、まあ確かにネット買い取りはまあコストは低いかもね、比較的ね、なんかそれを何どうすんの、それを今金額を考えてて、うん、あでも白畑一子さんも漫画上手だからそれでいいかも、うん、なんで俺以外のとこからやっとる意味がわからないね。意味わかるよ。だから企業目線で誰に頼むかってあるじゃん。別に。で俺それで聞かされて焦って、じゃあ俺安くしますみたいなさ、言うタイプじゃないから、あんま意味ないですよ、その、牽制は全く。じゃあ動画的に。なるほどね。企業目線で別に、その、A さんに頼むだけが選択肢じゃなくて、まあまあまあ。なんであなたに頼むべきかっていうのは、それは料金かもしれないし、相性かもしれない、クオリティかもしれない。いやもう、ちょっとチームプレーやめてもらっていいですか、もうさっさと行きましょう、その分。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。だから、まあとりあえず、なんかクライアント怒らせに来たの。いや、違う。いや、だから、なんかあのね、まあ確かに。まあとりあえず、その金額で言うと、いくらだろうな、買い切りだもんな。一応俺もね、その誰にも知られてない人間じゃないので。ちょっとでも話しづらいから、やっぱキノコさんに頼もうかな。なんでやねん、キノコさんでもかなり印象するだろうな。それね、マジで、それは負けます。あの正直それは出されたら俺がめっちゃ値段下げるか負けるかどっちかしかないので、まあ、キノコさんが受けてくれるかは、ね、それはまあいいとして、いや多分消そうなのまあいいや、じゃあちょっとキノコさんを置いといて、置いといて、吉野さんの絵描いてたもんね、そうそうそう、チャンネルのね見たら、だからアイラブ MTG 流れる時のあれのねジャケット描いてもらったりとかあったんですけど、まあ今回俺のなんで、まあ俺が提示するの1ページそうだな、結構この企画面白いね、毎月やろうよ毎月、まあ、ネタが浮かぶんですけどね、そうだ、じゃあね、これ待って、でもあんまでも相場知らないですよね、漫画の相場は。いや、知ってるよ。え、マジっすか、うわちょっと待って、いけるか。お前、相場知らなかったら、引っ掛けようとしたんか。お前、相場知らなくても、うん、その銭とリターンは日々考えてきたから、ね。あー、なるほど、なるほど。もう、買い切りで。わいは無駄な銭出さへんで。いや、そうなんだよ。そういうのに成り立ってる会社だからな。そうそう。くそ、じゃあ、PG。1万5000ならどうすか ?1 ページ1万5000。うん。白黒です、その代わり。モノクロ1ページ1万5000。まずどうすか、いや、まずってことはじゃあ、なおで。え、なんで、まずってことはまた下がる。いや、俺正直ね、2万って言おうと思ったんですよ。うん。で、2万から1万5000下げようとしたんで、1万5000スタートを下げられると、もうちょっと結構しんどくなってくるので、俺も1万。あ、もう最初からベストプライスですね。ベストプライス、これ。うん、1万5000ベストプライスです。だったら動画作ってほしいな。いやーマジかー。だってさ、1万5000ってさ、載せるの結局、ハレリアの媒体でさ、うん。まあ俺の宣伝にもなるからみたいなことですか。そうだよ。開封、作、開封大好き、ヨシヒロみたいなさ。うまいこといかないな。そうだよね。うん。1万5000円。いや、悪くないと思う。全然、別に、値段は悪くないと思うし。けど、うん。ちょっと、でも、吉弘さんが、その、作ったハレリアの漫画のサンプルみたいなのないからさ、それって、その、まあ、1回だけじゃなくて、その、毎週とか毎月とか、3ヶ月1とかってなる可能性もある話だよね。だって、どういう感じになるのか、絵が見えない以上は、吉弘さんは多分見えてんだ。俺がハレリアの漫画を描いたら、こうなるみたいな。俺見えてないから、ちょっとバシッと言いづらい。別に1万5000が高いと思わないし、安いとも思わないって感じ。だから、
いい学校いいんじゃないって気がするけど、別にそんなの宣伝になるとかって、開封大好きをしろちょっと出るだけだから、まあまああとその絵の場合はまあ検討だね。ちょっと別に4コマ漫画でもいいからサンプルをなんかラフとかで、ね、ああなるほど、1ページの場合と4ページの場合と、多分1ページ1万5000円って4ページとかやるとか、なんか何回もやるとかの想定だよね。まあまあそうですね。まあページは何ページか、ページって何？何コマとかは関係ない。コマ関係ないですね。原稿紙1枚みたいな。大体そうですね。だからあの悠々白書で、あのトグロが玄界を殺したシーンはあの血ビシャって書いてあるだけですけど、あれでも2ページ分の原稿料もらえてるんで、トガシさんは。すごいよね。すごいあれはすごい、マジで。トガシさんはバケモンだよね。いやあれであのね、原稿料バリューの鬼でしょ。見開きで。しずく一滴落として。ラフ画みたいのあるし。あ、そうそう、東京やる。そうそう、それも、検討行きで。あ、なるほど、検討行きで。検討行きで。みんな検討部屋に送られてる。やっぱり、動画上で、バシッと決めれるものは少ない。逆に検討は、かなりいい結果だよ。真面目な時また、話聞かせてっていうことで。なるほど、なるほど。そうだよ。まあ、確かに、まあ、いい感じで伝わってるっぽいな。そうだよ。じゃあ。自信持って。あ、自信持って。あとコメントが自信を持たせてくれると思う。そうそうそう。まあ、コメント欄も見て考えるよ。あ、了解です。いや、もうなんかあれだよね。魂っていうか、別に考えようだけど、俺は別に売れるもん売った方がいいやんっていうタイプだから。別に俺だってハレリアの店始めてたのに、アメリカの大手カードショップチャネルファイアボールのスポンサー受けてたもん。別に自分の服着ないし、まあ世界相手商売しないからいいよって言って、あの、チャネルファイアボール、チャネルファイアボールプロとして、もう他の店名書いてあったんだよ。だから俺ハレリア始めたの。そんなん全然あるから。ああ、まあでもそういうのはあるな。俺別にあの、それが嫌とかじゃないけど、なんつうんだろうな、なんかその自分のそのスタイルに合ってないからな。まあ、いやいや言ってたら金は稼げない。そうなんですよね。だからそれね、あの、ここ最近で本当に嫌なことも含めてやる方が、まあお金は稼げるよね。ただ自分の中のその心の美しさっていうか、美学は大事にした方がいいよね、やっぱね。いや本当にね、そこはね、なんか本当によく痛感して、だからな、売りたくないものを売る必要はなくて、その売れるものを幅広く考えるとか、幅広くアクションするっていうのはやっぱ大事だと思うから、まあ、精神的な、まあそういう発想はあるな、でもよかったよ今回なんか言ってきてくれて、まあでもまあ結構厳選したのを持ってきたんで、まあ2個は刺さったようで何よりでしたわ。またコメント。またポジティブだけど。まあ、検討中っていうのは、あの、前向き検討中と後ろ向き検討中っていうのを両方あるからね。いや、でもなんつうの、なんかその、あの、感動を受けようとしてる、もう客じゃないから、やっぱりあの、ある程度アラを探そうとしてきてるタイプだからさ。だって俺が甘々だったら動画的につまんないじゃん。まあそうっすけど、まあでも本当にあの、出ないなっていうのをね、思ったな。そうっすね。俺なんかいいの思いついたんだよな。え、なんかあるんですか？なんかいいの思いついたな。なんだっけね。え？出てこないの？なんだっけね。まあ、また、でもこうやって持ってきてくれること自体が、こっちから、なんか吉弘さんそういえば案件欲しがってたなとか言って、これフィットするやんって思いつくきっかけにもなるから、こういうアクションはもうどんどんやった方がいいですよ。で、あの、なんか、言ったら、ハレリアだけじゃなくて、いろんなとこに営業した方がいいですよ。別に、その、うち専属でも何でもないんだから、ね、その方が、誰に何売っても、魂売ってない状態に見えるじゃないですか。まあそうですね。ハレリアだけでがっつりやっちゃうと、ハレリアの人みたいになっちゃうじゃないですか。それだと、うちも逆にね、吉弘さんに何か頼むじゃん、それこそ。じゃあ、ユニフォーム着てずっと活動してくださいって言うじゃん。吉弘さんが、YouTube が自由なこと言えなくてつまんなこと、つまんなくなったり、なんか自由に言って、変なこと言って、うちがネガキャンになったりとかっていうのも良くないじゃないですか、お互いに。逆に、その、俺は誰のものでもないけど、みんなと仲良くするみたいな。だって、俺も言ったらカードショップやってるのに、いろんなカード屋さん行って、ね、紹介動画撮ったり、あの、なんか、コラボするじゃないですか、いろんなこと。それって、全体が、なんか、盛り上がったり、ウィンウィンの、まあ、お互いハッピーいっぱいすれば、自分とかハッピーになるでしょっていう考えなんで、まあそういうのはありですけどね。単純に吉弘さんはいろんなところの案件受けたら、あの
より潤うし、うんうんうん、自分が売れるのも実績を持って高額にできるじゃないですか。うん、まあ実際問題、今なんかあの、ハリアの案件しか売れないから、なんか吸収されねえかなっていうのはなんとなくね、思ってるから、そう、他のとこからも案件もらえるならいただきたいので、まあそうね、おっしゃる通り、ちょっといろんなところに、なんかこういうね、プレゼンをしていこうかなと思います。あの、ぜひね、うん、開封大好き、吉弘さんに、案件頼みたい方は、ね、ツイッターの DM から、ご相談ください。よろしくお願いします。はい。なんか気にしまったなぁ。いや、俺は、ヨシヒロさんの、うん、あの、幸せは願ってるけど、うん、ウィンウィンなこともしたいけど、銭、うん、をばらまくっていうか、お小遣いみたいな雰囲気はないから、ね、それは。それ、俺でもね、なんかそれ本当にありがたいなと思って。みんなのお金だからさ、俺が管理してる会社のお金って。俺だけのお金じゃないから。で、さらになんか甘やかさないっていうか、ラインが決まってて、うん、なんか俺の成長の妨げになるような、うん、なんかあの甘やかしはしないなっていうのが、感じ取れるっていうか、まあその意図してるかどうかわかんないですけど、うん、なんかあんま適当に楽さしても俺絶対あの堕落していくだけなんで。あ、そうだね。そう、なんか財布のあの紐が硬いに越したことはないなと思って、まあ。結構そのマジック界にとって、吉弘さんは重要だと思ってるから、うん、ありがとうございます。正しく伸びてほしいっていうのがあるね。そうですね、ありがとうございます。うんっていう、うんまあ、商売の話になるとちょっと真面目になっちゃうんだけど、うん、せめてもの抵抗として、うん、あの毎回時はゆうちゃんに頼むわっていうのを言ってきた回でしたまあしょうがないね、側の良さはね、まあ、あの変えられないからね、うんまあ、というわけで今日の動画はね、まあ、この辺で締めるんですけど、ね、あの共演してくださったともハッピーのチャンネルも概要欄にあると思うので、はい、皆さんねともハッピーチャンネルもぜひ飛んでみてください。毎日投稿してます、はい、よろしくお願いします。それでは皆さんまた次のね、なんかこういった動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。